チームとして無失点で終えるっていうのは良かったと思います。ただこう自分たちでいい守備ができたかって言われたらそうでないと思います。危ないシーンもたくさんあったのでそういったところで失点しなかったというのは良かったと思います。その失点しなかった要因の一つは大勢のサポーターの皆さんの手拍子であったりそういったところが僕らに力を与えてこう無失点で乗り越えることができたと思います。それがやっぱりホームの強さだと思うのでこの強さを次は点を取ってみんなと喜べるようにまた次の試合に向けて頑張っていきたいと思うのでこれからも熱い応援よろしくお願いします。魔法だと思います。僕はこう皆さんの手拍子が僕らに勇気と希望を与えてくれるこう苦しい時に一歩踏み出す力を与えてくれる魔法だと思うのでこれからもその魔法を僕らにかけてください。